私は CSC 文化大学考古学部1年葛城真子。私たち考古学研究会は夏休みを利用してこの湖にあるという邪馬台国の伝説をレポートするためにやってきたのですが、4日間の研究期間のうちすでに3日が過ぎようとしていました。あの湖には私たち考古学研究会にとって最高の研究対象があると思うの。邪馬台国の卑弥呼の伝説が眠る湖。確かに俺たちはさ、邪馬台国の謎を研究のテーマにこの湖までやってきたわけだけど、この3日間何の痕跡も発見できずじまい。残り1日でどう結論付けるつもりなの？とにかくここには何かあると思うの。そんな予感がするの。だから、よっこらしょっと、暑いね。こんにちは。この湖にゃあんまり近寄らん方がいいぞ。ねえ、あと1日あるんだからさ、できるだけのことはやって帰りましょうね。そうですよ、佐古先輩の言う通りですよ。疲れた。気分転換でもしてくるかな。私も。おいらもお供します。真子のせいじゃないわよ。だいたいあるかどうかもわからない卑弥呼の謎なんてそう簡単に見つかるわけないじゃない。先輩も知っていると思いますけど、あの湖にはよく行方不明者が出るっていう噂ですよね。それも不思議なことに男性ばかりいなくなるって。それが何か関係あるの？和の国は多くの小国からなり、元は男子を王としていたが対乱で小国同士が攻め合い、結果卑弥呼が男の王から女の王になれたのは卑弥呼が鬼道に優れ宙を惑わしたからで、彼女は人間と霊界との媒介者だった。でもそれは男たちの罠で、卑弥呼は男たちに担がれていたことが分かると国中の男たちを一人残らず処刑した。その怨念が今もこの湖に残っている。考えすぎよ。だいたい今時そんな迷信。ヨシ君とハヨウ君が。二人がどうかしたの？湖の中に消えてったの。え？あの二人、カジボートに乗ってあの辺まで漕いでたの。そしたら突然波が襲ってきて、その波に飲み込まれてしまったの。カジボートってどこにあったの？そういえば女の子が幼児君たちに貸してた。女の子？
なたたちはこの湖に男を立ち入らせた。あなた誰？私は邪馬台国の女王の末裔、卑弥呼。あなた方の知らない近い将来、和の国は男と女に分かれて争いが起こり、日本人そのものがこの地上から絶滅する日がやってきます。嘘よ。和の国は男を象徴する地理オロチと女を象徴する天神メキドの戦いによって天変地異が起こり、湖底深く沈んでしまいました。そしてまた再び現代に蘇ろうとしています。日本民族はあの2匹によって滅びるのよ。そんなバカな。男女の隔たりは千年の時を経て今また我らのもとへ。葛城真子、新たに選ばれた者として我らの意志を受け継ぐ運命にあることを。そしてあなたの異性への感情の交換はこの世の終わりを意味します。これから先一瞬でも男を受け入れようものなら。未来の鍵はあなた自身。私は一体誰なの？で、どこまで話進んだんだっけ？結局、この3日間、何の痕跡も発見できずじまい。あと1日しか残ってないって話だったでしょ？ね？気分転換でもしてくるかな？そうね。貸しボートにでも乗ろっか。
ねえ、あんたまだ考古学なんかやってんの？うん、まあ。ねえ、最近タクヤ上手くなったじゃん。そう？タクヤの彼女？これから先一瞬でも男を受け入れようものなら、未来の鍵はあなた自身。